本日の動画は、はい、どうも皆さん、こんにちは。ベルサスです。というわけで、今回もノキフルやっていきたいと思います。さあ、本日なんですけども、梅澤みなみさんのガンマが登場いたしましたので、そちらの方を見ていこうかなと思います。はい。なんか、今回、1.8.0 のアップデートも行われたんですけども、まあ、それに伴いまして、なんか、いろいろと、このガチャについても追加されている要素があるようなので、そちらも合わせて見ていきたいなと思っております。はい。まず、衣装なんですけども、SSR がインフルエンサーですね。で、SR が紅白2016衣装 A となっているふうとなっておりますと。まあ、なんか、赤い。全体的に赤い。まあ、衣装が赤いし、ライトも赤いしっていうふうな感じで。ね、インフルエンサーはもう、あれですよね。イベントとかはもう過ぎてはいるんですけども、あれ？インフルエンサーってやったよね？やってるわ。もう楽曲持ってるからやってるよね。ああ、びっくりした。ああ、びっくりした。今までもう出てきている楽曲だけど衣装は出すみたいな感じなんですかね。でもこれ、あれですよね。イベントの時に楽曲解放の衣装解放で梅沢さん選択してたらちょっとあんまりみたいな。このガンマ自体は手に入るけど衣装自体はあんまりみたいな。ところは若干あったんですけども、はい、もういいでしょう。ということで詳細見ていきたいと思います。おすすめ、お見立て会丸子、対抗ツアーも20、失礼しました、お見立て会が20丸、対抗ツアーが丸という風な感じなので、まあ結構、なんだろう、バトルスタイルなのかなという風な感じで思っております。見ていきましょう。アクティブスキル1個目、海のソロキャン、ライバル4名に380%のアピールを行います。アピール前、自身のスマイルが1のアピール対象以上だった場合、 100% の確率で2ターンの間雑音状態にします。3、アピール前対象の残り1プレイが 50% 以上だった場合、自分の自身のアピール力の 30% を固定値として上乗せします。ほう。で、雑音がスキルが使用できなくなるというふうなことなので、これかなり面白いですね。あの火力自体はまあ 308% なので、まあ、そこまで高いという風なイメージ。いやでも4名に 380% が結構ある方かですね。で、アピールが、自分のやつが上だったら雑音状態でスキルが使用できなくなる。確かにこの1個目のスキルだけを考えると、お見立て会にしてはというか、お見立て会で戦うっていう風なことに関してはかなり長けているんじゃないかなと思います。で、あと HP レベルが 50% 以上だった場合は、固定値として上乗せるっていう風なこともあるので、まあ、プラスしてできるっていう風なことも考えたら結構いいんじゃないのかなという風な感じで思っています。まあ、結構僕は雑音状態とか、そういう、なんだろう、スキルが使用できなくなる系とか行動ができなくなる系の、状態以上結構好きなので、僕は結構好きなんで、結構評価は高いなっていう風な感じですね。この1個目のスキルだけでなんですけど。で、2個目、残り HP アレイが最も低いライバル4名に 380% のアピールを行います。2、1のアピール時、アピール対象がバフデバフ下げ状態の場合、ボレスが2倍になりますと、はい、で1のアピール後、自身は3ターンなので有機状態にします。有機状態が効果発生時の残り SP×40 分のアピールを無効化するというふうな感じで、まあ何でもできる有能キャラっていうふうなイメージですね。まあ、もちろん前提条件とか、HP が 50% 以上だったりとか、バフデバフ下げ効果の時というふうな感じでいろいろとあるんですけど、結構やりますね。まあなんかめちゃくちゃ高いアピール力を出せるっていうよりかは、普通に戦えるし、なおかつ状態以上にもできるし、自身を守ることもできるし、バリスの2倍になるしみたいな感じで、かなり有能なんじゃないでしょうか。お見立て会、どうなんでしょう、実際に運用などは今ここでできないので何とも言えないんですけど、かなり強いんじゃないですか。バーサスお見立て会にはもってこいだと思います。なので、まあお見立てに行けるからチャレンジも行けるかなと一瞬思ったんですけど、どうだろうな。いや、まあ行けなくはないと思います。行けなくはない。はい。続いてパッシブがアピール SP 上限 HP 上限命中率というような感じになっております。ここら辺はあんまりない、あんまりないって言ったら変ですけども、まあ、特に普通にっていう感じですね。まあ、パッシブも強かったらさすがにね、
シンクロ SSR はなくて SR が27枚目ヒット祈願のアップデート多企業ですねのメンバーとなっております。でまあこれの対象が今回の SR の、梅沢さんとレアの柿さん田村さん、そして SSR これはアルファかなの山下さんとなっております。 R は得意なし、はい、といった感じが以上梅沢さんです。新しく出てきたやつです。これちょっと面白いね、引けたら引こうかなと思ったけど2万5000しか石がないからやめておきます。はい、そしてですね、まあ、今回のアップデートに伴って新しく追加された機能なのか、はたまた梅沢さんにのみ追加された機能なのかっていうのはちょっとわかんないんですけども、はい、こちらのですね、グローアップというふうな感じの新しいミッションが出てきておりますと、はい、こちらのミッションなんですけども、まあ、SR の今回のガンマの梅沢さんと SSR の梅沢さんのこの2つで対象となっているっていうふうな感じですね。でそれぞれミッションがあって、そのミッションをクリアしていくと報酬としてここに出てきているやつがもらえるっていう風な内容となっております。でもなんか見る限りそんななんかめちゃくちゃな感じでは、まあ、SSR は美味しいかなと思うんですけど、まあ、SSR をゲットする労力とか、あとはもう覚醒数を4にするだとか、そういった労力的にはあんまり見合ってないって言ったら変ですけど、まあミッションをこなすためにやるっていうよりかは、まあちょっとしたおまけでついてくるよ感覚なのかなっていう風な感じで思います。でもまあ確かにここら辺のねやつをパッパッパーってめっちゃ簡単に手に入れれるようになっちゃったらそれはそれでだし、まあどっちかというと SSR にした方が絶対いいよねっていう風なイメージはありますね。オリジナルコーデもそうですね。でもまあこれ唯一優しいのがオリジナルコーデランク80で止まっているところですかね。なんでジェミニかなのシリーズで止まっているところですね。バーゴのシリーズまでやれってなったら結構そのジェムストーンじゃないや、オリジナルコーデストーンも、必要になってきますし、覚醒数もマックスにしなさいみたいな、まあ、SSR しかできないんですけど、それはもうないのでだいぶ優しい目ではあるかなと思います。あ、まあ、梅沢さんのガチャ期間と同じ期間にしたらさすがに短すぎるんで、梅沢さんのガチャ期間が終わってから約1週間ぐらいですかねは、ミッションは継続して続くようなので、まあめちゃめちゃ早く育成できたらした方がいいみたいな感じですかね。まあ、ただ麦フラ育成アイテムすっごい手に入りにくいのでといった感じでございます。はい、以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。